為替を見ていきます。1ドル83円70銭台で推移しています。1ユーロが112円ちょうど挟んだ値動きとなっています。その他の為替、オーストラリアドルが83円50銭台での推移となっています。それでは今日の為替の見通しを伺っていきます。 JP モルガンチェース銀行の佐々木さんです。おはようございます。おはようございます。佐々木さん、まず FOMC もありましたが、海外市場いかがでしたでしょうか。はい、昨日の海外市場では月曜日から続いているドル売りの流れが続いてまして、ドル円相場は一時82円台に下落しました。しかし、まあ、その後アメリカの経済指標が予想を上回ったこともあって、ドル円は83円台に反発しています。はい、FOMC は、まあ、特にサプライズもなく為替の反応も限定的となっています。はい、ということで今日の東京市場の予想レンジを出していただきましたが、82円の90銭から84円の10銭ということです。で、佐々木さん、アメリカの長期金利が 3.4% 台と一段と上昇していますが、ドルの上昇圧力は弱いですよね。そうなんですね。特に12月に入ってからアメリカの長期金利上昇圧力が強く、まあ、チャートで示しましたように、はい、日米の10年債金利差は大きく拡大しているのですが、ドル円相場は82円から84円台での、で、まあ、ドルの上値の重い展開が続いています。はい、ただ実はこれはドル円に特有な動きではなくて、例えば対オーストラリアなどでも、はい、アメリカの金利が相対的に上昇しているにもかかわらず、ドルの対オーストラリアドルでの上値の重さが目立っています。チャートで示しましたようにオーストラリアの場合ドル円とは逆になりますので、はい、アメリカの金利が上昇するとオレンジで示した、金利差は縮小するので線は下落するのですが、はい、オーストラリアドルは対ドルで底堅く推移していて、紫の線は下落していないということがわかります。こういった現象どうしてなんでしょうか。基本的に最近のアメリカの長期金利の上昇は財政赤字拡大懸念、またはアメリカのインフレ懸念による上昇という側面が強くて、まあ、教科書的に言うとこれらは共に、通貨安要因なんですね。はい、ですので、まあ、アメリカの長期金利が上昇してもドルが上昇しないという12月入り後の現象というのは、まあ、そうした意味では教科書通りの動きと言えるのかもしれないと思います。はい、まあ、そんな中で今日の注目がアメリカの消費者物価指数ですね。はい、長期金利が上昇している一方でアメリカの消費者物価上昇率は実際には下落基調をたどっていて、はい、10月のコア CPI は前年比プラス 0.6% と統計開始以来の低水準になっています。で、本日発表の11月のコア CPI 伸び率が一段と低下するということになりますと、アメリカの長期金利が下落してこれも教科書通りにドル安につながってしまうという可能性があると思います。はい、わかりました。佐々木さん、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、おはようございます。あとですね、シティバンクが 83.1 から 84.1、ですね、一目健康表で見れば雲上限83円8銭がサポートで、上値抵抗13日、移動平均、13日高値84円36銭ということですね。あと河合美智子さんもですね、引き続き押し目買い継続、82.8 から 83.1 の下値抵抗があって、80円も壁になりそうだということですね。ということで、今晩もですね気を引き締めて、負けないように頑張ってください。失礼します。